ヤコブス・コルネリス・カプタインは、オランダの天文学者である。天の川銀河の研究を行い、銀河の回転の証拠を発見した。全天で2番目に大きな固有運動を見せる恒星カプタイン星を発見した。1902年には初めて絶対等級の考え方を提唱した。バルネフェルトに生まれた。ユトレヒト大学で学んだ。1875年から3年間大電天文台で働いた後、フローニンゲン大学の天文学と力学理論の教授になり、1921年までその職にあった。1896年から1900年の間、ケープ天文台のデイビッド・ギルの観測写真を調べて、南半球の星表を出版した。1897年、バーナード星に次いで、固有運動の大きいカプタイン星を発見した。1904年に恒星流説ことを唱えた。この説が後に、ベルティル・リンドブラッド、ヤン・ウォールトによる、銀河系の運動の解明につながっていくことになった。1922年に著書の中で我々の銀河系の構造について全体が直径約4万光年のレンズ上で太陽は銀河系中心から約2000光年と比較的近い位置にあるとするカプタインモデルを発表した。レンズ型という形状は正しかったが、星間人による光の吸収が正確に考慮されていなかったため、銀河系の大きさについての推定は、実際よりも小さな値となっている。ありがとうございます。